本日のおもてなし効果は激安系の中で抜群と言われる美味しさの一八ラーメンです。竹下駅から徒歩で15分ほど、博多駅からもバスを使うと15分程度で来れる立地です。半道橋の交差点を高宮方面に向かい、一番星さんや波の音さんのエリアを抜けてまっすぐ行くと、パチンコ屋さんの1階にお店があります。激安ご当地チェーンの中でも人気ラーメン店の方々が普段使いにするとも言われているラーメン店です。激安のラーメンはもちろんのこと、200円のチャーシュー丼も人気です。カウンターとテーブル席があり、何時に行ってもお客さんが入っているようなお店です。280円で提供しているとは思えないようなこだわりと柔軟なサービスも魅力的です。このチャンネルは1000回行っても飽きない福岡を目指し、メジャーからニッチなお店まで幅広くご紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。安定感のある一八ラーメンです。きちんと豚骨ラーメンなんですが、匂いはそれほどきつくないので苦手な人でも食べやすいタイプです。とにかくバランスがいいスープで、パンチがありながらも意外とすっきりとした後味の美味しいスープです。200円とは思えないようなボリュームです。ラーメンさんは福岡県内に4店舗展開しているご当地チェーンなんですが、昭和40年創業の超老舗です。もともとはこちらも同じく老舗ご当地チェーンである一休ラーメンさんの2代目のオーナーさんが平成8年に低価格路線に挑戦して作られた新ブランドで、一休さんの店舗で作られたスープが一八さんの各店舗に配送されるということで、基本的には同じラーメンのようです。家賃がほとんどかからないようなスタイルでこの価格を実現されています。うまみたっぷりでさらりとしたスープです。もちろんこちらは自家製麺なんですが、シコシコとしていてしっかりコシがあるタイプです。店員さんによって少し違いはあるかもしれませんが、割と固ゆでなタイプな気がします。基本的にほぐしてあるような肉なんですが、塊も入っていました。安定のうまさです。一休さん同様、毎日食べても飽きないような味わいです。このご時世200円台でこのクオリティが食べられるのはすごいことです。小中学生がお小遣いでも来れちゃうような金額です。チャーシューも決してペラペラではありません。チャーシュー丼は割と濃いめの味付けで、こちらも美味しいんです。福岡のご当地チェーンで激安系のお店を何店舗かご紹介してきました。人それぞれ好みはあると思うんですが、ワンコイン以下で普通にラーメン店が経営できているということ自体がそもそもすごいことなんではないかなと思っています。